皆さん、こんにちは。マーティン、ダーの脈ボーイ、リアル三刀流のキングタケです。不幸にならない介護術。まあ、介護いろいろありますが、近所の人、家族だったり、地域包括支援センター、老夫婦、あとは友人、まあ、デイサービス、ケアマネ、ホームヘルパー、ショートステイ、有料老人ホーム、グループホーム、特用、サービス付き高齢者向き住宅、いろいろありますね。はい。いろんな例としては、ボランティア訪問し、まあ、デイサービスから送迎し、デイサービスで過ごす。そして帰ってヘルパーが訪問。こういう一日を過ごす例もありますね。はい。まあ、準備しておくことは、まあ、いろいろ社会参加、運動器、栄養、航空、閉じこもり、物忘れ、心、そのチェックリストが大事でございます。ただ、その前は趣味やサークルの所属先、その連絡、個人情報、人物、あとは病院と診療科目、病域の履歴、加入して保険、健康診断、介護保険証、キャッシュバンカード、あとは、印鑑、通帳、あとは支援センターの場所。で、これ、同意を得なきゃダメです。情報収集も確かに大事です。要支援から要介護後など、限界の限度額、お値段によって全然違います。10万以上するのは要 2からです。はい。場所によりますけどもね。まあ、まず仕事を辞めない。まず宣言を両立するんであれば。そういうことも大事です。はい。まあ、方法としては、高額な介護サービス費を利用する。高額医療、高額介護防災制度を利用。自治体向けの高齢者サービス。生活支援、買い物代行、配食、食材宅配。外食時の付き合い、福祉タクシー、見守りサービス。訪問医療、医療、紙おむつの支給ですね。はい、いろいろ。こういうのも勉強になります。まあ、夫婦関係ももちろん。喧嘩がよくあって結婚の失敗もある人もいれば仲になります。私はまだ独身なので不満とかもいろいろあるけども、一日でも早く結婚できるよう頑張りマーティンです。はい。いろんな習慣も気をつけなきゃいけないです。はい。介護の仕事しながら結婚につながるよう頑張りマーティン、一日でも早く活躍していきます。まあ、夫婦の仲関係もいろいろ揉め事があるのも確かにあります。はい。まあ、大変ですね。はい。慰謝料や財産分与、養育費などいろいろ大変ですね。お金がもらえないのともらえるのと、これ大変です。離婚したら大変なことになります。はい。まあ、慎重に考えることから始めます。というわけで、いろいろありますけども、不幸にならない介護術と夫婦関係でした。バイバーイ。